はい、今ちょうど番組終わったばっかりなんですけども、ちょっとなんかどうでもいいこと喋りすぎたのかなってちょっと反省したりもしつつ、でもなんかそのどうでもいい話って楽しいななんて思いつつ、だけどこの作品のなんか魅力についてはなんか伝えれたんじゃないかなと思ったり、なんかその雑談の中からいろいろと、今の自分のなんか生き方の思いであったりとか、なんかそういうのをうまく喋らさせてくれたのは、やっぱ長谷川さんキャリアあるだけあってこう違うなと思ってとても感謝しております。ありがとうございました。だからなんかね、普段と違う姿もファンの方に見てもらえたんじゃないかなと思いますし、あまりこうここまですっぴんに近い格好でこういう動画配信出るのもないんですけど、まあレアでちょっと恥ずかしかったけどレアで良かったんじゃないかなと思ったりしております。はい、とても楽しい時間だったんで、また機会がありましたらぜひ呼んでいただけたら、もう喜んで駆けつけますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。リッター浩二でした。